夢の坂道はどこまで続いていたのだろう。過ぎ去った日の思い出は色の滲んだ秋は旅立つ。いつしか雪は降り積もり、まどろみの中助けて。井上君、変な人たちに追われてるの。え、来た。井上君、ピストル持ってるぜ。隠れよう。こっちだ。白鳥より追ってきたのは、昨日倉庫で僕が出会ったあの男たちだった。それにしてもどうやって彼女はこの見知らぬ町へやってきたんだろう。僕の疑惑はますます募る一方だった。そう、ここにはいないようだな。もっと向こうだ。探せ。よし。兄貴の弟分で赤川次郎って言うんだ。今朝知り合ったばかりだけどよ。いいね、兄貴はこんな美人のガールフレンドがいてさ、羨ましいよ。よせよ、僕たちだって昨日知り合ったばかりなんだ。小泉中学の白戸よりさんだよ。よろしく。町の様子も停電したり食料が少ないだなんて本当に変よ。でも私、ここが別の世界だなんてどうしても信じられないの。それ見ろ兄貴、俺たちはきっと悪い夢見てたんだよ。明日になれば何もかも元通りになってるさ。じゃあ白戸さん、もう一度聞くけど、君はどうしてここへ来たんだい。私、あの倉庫で待ってたら何か手がかりがつかめるかもしれないと思ったの。あの倉庫で朝からずっと待ってたんだけど、夕方になってもお父さんやあなたは現れないし、何度も倉庫の中探してもいないもんだから私帰ろうと思ったの。そしたらさっきの変な人たちに追いかけられたのよ。そうか、倉庫で夕方。どうしても分かんないな。おい兄貴、僕がこの街を別の世界だと考えたのはね、いつか見た SF 映画のことを思い出したからなんだ。なんだって。宇宙の彼方にこの地球とそっくりの文明や生活を持つもう一つの地球があったんだよ。なんでバカバカしい。まあ聞けよ。聞かなくたってわからん。お前はここもそれと同じだって言いたいんだろ。よしてくれよ。ここが別の世界だなんてもうたくさんだよ。 SF だかなんだか知らねえがな、くだらん話はよしてくれよ。次郎、やめてよ。二人とも大声出してあの人たちに見つかったらどうするの。あ、もう寝るぜ。
て一人じゃ帰れないわ。一緒に家まで送ってってくれるでしょ。星がやけに綺麗だな。きっとスモークが少ないんだ。やっぱり別の世界だと思ってるのね。今にわかるさ、君にも。君の家じゃないんだよ。これで僕の言ったことが分かっただろう。ねえ井上くん、井上くん起きて。井上くん、おはよう。大変よ、次郎さんがいないの。え？きっと一人で家へ帰ったのね。あの人たちに見つからなきゃいいけど。ただいま。次郎かい？よう母ちゃん。次郎、おかえり。よく帰ってきたね。さあさあさあ、お上がり。さあ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 、ごめんよ、いろいろ心配かけちまって。俺が悪かったんだ。何言ってるんだい。お前が無事で帰ってきてくれて母ちゃん本当に嬉しいよ。向こうはどうだったい？向こう？大変なんだろう。いじめられなかったかい？そうだ、ちょうどお米が手に入ったから、白いご飯お腹いっぱいご馳走してやるからね。向こうじゃ食事も大変だったんだってね。一日一食で、それもお粥だけだって。さぞお腹が空いただろう。噂じゃ向こうじゃそうやって集めた人間が自然に死ぬの待ってるんだって。本当か？でもお前が帰ってきてくれて無事に、母ちゃん本当に嬉しいよ。どうしたんだい？無事に向こうってどこのことだ？収容所じゃないか、お前が入ってた。今ご飯炊いてあげるからね。なんだお前、いつ出てきたんだい？おとといだよ。昨日までどこにいたの？公園の中だよ。一人でかい？いや、友達と一緒だよ。井上哲ってやつと白戸よりって女の。そう。母ちゃん、ちょっとこれから購買仕事のことで電話入れてくるからね。ゆっくりしといで。本部の方ですね。うちの次郎は脱走してきたんでしょ。今うちの中にいます。どうか捕まえてください。何？
あの、その代わりどうか私の収容所行きだけはご勘弁を。言ってた通りだったな。止め！ジロしてるかしら。今頃はもう分かったはずだよ。あいつも何が分かったんだね。ハンター、一体何が分かったんだね。井上君、何でもないよ。ほう、昨日は子供だと思って油断してやられたが、こっちもだんだん君たちのことが分かってきたよ。井上君大丈夫だよ。そっちが白戸由里さんだね。どうしてそれを。赤川次郎のお母さんから聞いたよ。次郎はどうしたんだ。さあな。お願いです、次郎さんはどうなったんですか。知りたければ私と一緒に本部に来れば教えてあげるよ。くそ、本部とは一体なんだ。さあな、来ればわかるよ。僕は焦っていた。何とかして逃げなければ。せめて白戸よりだけでも助けたい。しかし逃げればこの黒崎という男は本当に僕たちを殺すかもしれなかった。行こう、また会おうぜ次郎。追っかけてくるわ。くそ、どうしよう。井上君、中に入りなさい。追われてるんでしょ。さあ早く。井上君、誰かいるか。誰かここに逃げてこなかったか。中学生の男と女だ。いいえ、誰も来ませんけど。もう大丈夫よ、どうぞこちらへ。それが森田千鶴子との出会いだった。僕にはこの時の彼女の謎めいた美しさが今でも忘れられない。僕と白戸よりはこの人たちを信じて今までの体験を何もかも話した。不思議な話だね。井上君、白戸さんだったね。君たちが別の世界から来たなんて私にはとても信じられないよ。僕だって。しかしこれは事実なんです、絶対に。でもね、この町とそっくりの町がどこかにあるなんて、そこには森田という私たちと同じ家族が住んでるわけでしょ。そういうことだろうね。千鶴子どう思う。私は井上君を信じるわ。井上君と白戸さんがどうしてこの町にやってきたのか
私にもよくわからないけど、お二人の話は決して嘘じゃないと思うの。ありがとう、信じてくれて。私も今度中学3年生になるのよ。東中学だけど、向こうの町にも東中学ってある？あるよ。きっと君と同じ森田千鶴子っていう女の子もいるんじゃないかな。面白いわね。ねえ、向こうの話いろいろと聞かせてくださる？ああ。お父さん、お二人をうちでかくまってあげたら？どうやら本部の人に追われてるらしいし、お気の毒だわ。そうだね。でもそれが分かったらまたひどい目に。大丈夫よ、お母さん。ねえ、いいでしょ？いいだろう。私も医者だ。病気に限らず困っている人を見て放っておくわけにはいかん。井上君に、白戸さん、そうしなさい。ありがとうございます。よかったわね。でも僕たちがいるとひどい目に遭うというのは。教えてください。この町のことは僕にはわからないことだらけなんです。父はね、一度本部のやり方を批判してひどい目に遭ったの。その本部って一体何なの？この町の政治の中心よ。あの時は医師の免許は取り上げられるし、収容所にも入れられそうになったのよ。何ですか、その収容所って？君たちも気がついてるだろうね。この町は今重大な危機を迎えているんだ。異常気象が続いて半年以上雨が降らない。当然農作物の被害は大きく、家畜もバタバタと死んでいる。食料だけじゃない、エネルギー不足も深刻な問題なんだ。水力発電はわずかしかできないし、石油の蓄えももう底をつきかけているらしいんだ。それでずっと停電したり、車も走ってないんですね。そう、こんな事態を招いた責任は本部にあるんだ。いや、もちろん私たちも自然破壊に目をつぶっていた責任はある。しかし本部の連中はその責任を認めるどころか、政治を批判したり、この町の役に立たないと判断した人たちをどんどん収容所へ送り込んでいるんだ。老人だろうが子供だろうがお構いなし。怖いわ。学校で習ったファシズムみたい。そうだ、戦争中の独裁政治と同じだ。その通りだ。井上君、白戸さんも、君たちはね、希望のない暗黒の街へ来てしまった。